立地論は経済活動の地理的立地に関わる理論であり、経済地理学、地域科学、空間経済学において重要な基礎的部分となっている。立地論はどのような経済活動がどこに立地するか、それはなぜなのかを問題とする。立地論はミクロ経済学の理論が一般的にそうであるように、個々の経済主体は 事故の利益のために行動するという前提を置いている。従って、事業所はその利益を最大化するように立地を選択し、個人は雇用を最大化するように立地を選択することになる。立地論の先駆として、全史的に言及される早い時期の業績も存在する。ものの、ヨハン・ハインリヒフォンチュネンの孤立国第1巻が1826年に刊行された。 時から立地論は本格的に論じられるようになった。地域科学の創始者、ウォルター・アイザードはフォンチューネンを立地論の父と呼んでいる。孤立国においてフォンチューネンは輸送費がリカルドの言う経済的時代を消費することを指摘している。フォンチューネンは輸送費や経済的時代は財によって異なるため市場からの距離に応じて 土地利用や利用強度は異なったものとなると論じた。しかし、本中年は孤立国ないし独立した一つの都市を想定した過剰に単純化された議論だという批判が大方の反応であった。スウェーデンのトルドーパランダーは1935年の著作・リッチ論研究で競争する二つの企業による市場の地域的分割を論じた。 立地論は、フォンチュー中年の時代から、今日、中心地理論として理解されている内容の大部分を、構築したバルター・クリスタラーの1933年の、著作、都市の立地と発展まで、もっぱらドイツの研究者が、担い手となっていた。とりわけ重要な貢献を残したのは、工業立地論を1909年に表した、アルフレート・ベーバーであった。 ピエール・バリニョンのアイデアを取り入れた物理的なフレームに似たモデルを応用し、ベーバーは原料と完成した製品それぞれの輸送運賃や製造施設から工場の最適立地を求めるアルゴリズムを導いた。ベーバーはまた、労働の要素によって生じる変更や収積がもたらす変更についても考察した。さらにベーバーは生産単位のグルーピングも論じており、 アウグストレッシュの市場地域論を予見させるものとなっている。ベーバーの業績とされているものの多くは、ベーバーの業績以前に、ビルヘルム・ラウンハルトが構想していた。しかも、ラウンハルトの分析内容は、ベーバー以上に驚くほど、モダンであった。しかし、ラウンハルトは、彼の時代よりも、あまりに先へ進みすぎており、 同時代の人々の多くはそれを理解できなかった。ベーバーがラウンハルトの業績に接していたかどうかは明らかになっていない。ベーバーが明らかに影響を受けていたのはビルヘルム・ロッシャーやアルベルト・シェフレなどであるが、彼らはラウンハルトを読んでいた可能性が高い。いずれにせよ、リッチロンの思想が盛んに展開されるようになるのは、 ベーバーの著書が出版されて以降のことであった。ヨハン・ハインリヒフォン中年は都市からの距離のみを考慮して農業様式の立地を考察した。大都市から近い順に自由式農業、林業、林済式農業、国層式農業、産保式農業、牧畜が同心炎上に広がっている。 都市からの距離が増大するほど輸送費が上昇するため、大都市周辺の地価が上昇し、大都市周辺の土地利用が変化することを明らかにした。輸送費最小化モデルの立地三角形、アルフレート・ベイバーは、一定の商品価格のもと輸送費や、人件費などを最小化できる地点を判定するモデルを作成し、輸送費、人件費、集積要因の三因子を用いて、 工場立地の分析を行った。これにより、そういう相費が最小化するように工業が立地すること、安価な労働力の存在や、工場の集積により工業立地が修正され、得ることが提示された。立地論は、経済学以外の分野でも使用されており、例えば保全生態学においては、過去の研究例の対象地域を踏まえて、研究に適した。 新たな対象地域を探る手法として用いられている。サネン、ヨハン・ファインリヒフォン、1783から1850、デア・エソリルテ・スタート・イン・ビッチ・アング・アウフ、ランド・ワース・シャフト・ウント・ナショナリ・コン・ミ、オーダー・アンター・スシュンゲン・ルー・バーデン・アイン・フルス、デンダイ・ゲトリド・プライズ、デア・ライシュトム・デ・バーダンズ・ウント・ダイ・オブ・ゴベン・アウフ・デン、アルバウ・オース・ベン、 ボリューム1、でア,アイソリルテスタート、ボリューム2、でアネイチャージャッサーアービーツロンウントデッセンファーヘルトニス、ツームジンズファスウントツアランドレンテ、パート1、翻訳サネン、ヨハン・ハインリヒフォン、孤立国、近藤康夫、熊代幸男役、日本経済評論者、近代経済学古典選手、1989年、 ISBN 978から48億1880万3435。英語による解説クロジャー、スコット・ヨハン、ハインリヒ・フォイ・サネン、バランシングラント、ユーズ・アロケーション・ウィズ・トランスポート・コスト。センター・フォース・ペーシャリー・インテグレーテッド・ソーシャル・サイエンス、2011年12月30日、閲覧。レンプシー、ベルナール・ W ・ザ・フロンティア・ウェイジ、シカゴ。 ローラ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシュも187から367、デンプシーは1863年に出版された、孤立国第2巻第2部の英訳者。アイソルド、ワルター、ロケーションスペースエコノミー、エーゼネラルセオリー・リレーティング・ツー・インダストリアル、ロケーション、マーケット・アリアズ、ラント・ユーズ、トレード、アーバン・ストラクチャー、ケンブリッジ。 The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and Wiley P27 翻訳アイザード立地と空間経済工業立地市場地域土地利用貿易及び都市構造に関する一般理論木内晋三細野明を他分け朝倉書店1964年リチャーズ ha, トランスポーテーションコスツプラントロケーション n c レビューオブプリンシパルセオリーズ。トランスポーテーションジャーナルに、19から24、ボレンダー。トード、バイトリガツアスタンドルツセオリー、ウップサラ、アルムクビスト&、ウィクセルズ・バクトリケアリー、翻訳パランダー、トルド、リッチロン研究、o, 篠原ハ蔵タ大名堂、1984年。 クライストーラー、ワルター、大シントラリンオルテインズトドイチュラント、イエーナ、翻訳クリスタラー、バルター、リッチロン研究、江沢ジョージ役、大名堂、1969年、396ページ。松原博史、リッチロンは何を目指してきたのか、チリ第45巻第4号、ココン院、ョ2000年4月、16から23ページ。ウェーバー、 アルフレッド、ウーバー・デン・シュタントルト・デア・インダストリアン、チュービング・イン、翻訳、ベーバー、アルフレート、工業・リッチ・ロン・日本産業構造研究所をけ、大名堂、1966年、293ページ。英語による解説、フィアロン、デビッド、アルフレッド・ウェーバー、セオリーオブザロケーションオブインダストリーズ1909。19 センターフォースペーシャリーインテグレーテッドソーシャルサイエンス2011年12月30日閲覧松原博士中年の農業立地論地理第45巻第4号古今書院。2000年4月24から27ページ屋内 2000p28 ベール 1990p43 松原 2013p24 ベール1990 ピアニッシモ、48、50、ヒドントレジャーズアットザ・オーストラリアン・ミュージアム。カタリスト、ABC、2010年8月27日閲覧。ありがとうございます。